ラブくん、ラブくん、ちょっと真面目なお話があります。あさっての朝、ラブくんは、車にまた乗ってあるお宅に行くことになります。いいですか？いいですか？それでですね、ちょっと告白しなきゃいけないことがあるんですが、あさってクロケンパパとマオイママはラブくんを、裏切ります。わかりますか？どういうことかというとですね、ラブくんにとっていいパパといいママのふりをしていたんです。実は、初めから、ラブくんを裏切るつもりでパパとママのふりをしていました。ラブくんやシオンくんたちのようにまっすぐで、なんていうかな、嘘のない世界の子たちからするとよくわからない話かと思いますが、人間にはですね、ついていい嘘と悪い嘘があるんだよなんていうことを言う人もいて、君たちが本当に幸せになるんだということを信じてお父さんとお母さんのふりをしていました。わかるかな？今ラブくんやシオンくんが、クロケンパパ、マオイママをすごく慕ってくれていることがよくわかります。パパママって思ってくれてるのかなとも思います。それはなぜなら譲渡会議3回も行って3回とも固まっちゃって、他の人や他の猫を見るとガチガチになっちゃってましたね。あさって行く先には、君たちの本当のパパとママになる人が、首を長くして待ってます。その人たちとはこの先20年くらい付き合うことになりますよ。クロケンパパとマオイママとは3ヶ月でしたね。行ってみたところ、あれ、パパとママがいない、何ここ、どうしてってなった時に、ラブくん、クロケンパパとマオイママを恨んでください。いいですか？なんだよあいつら、どうしたんだよって思ってください。そして綺麗さっぱり忘れてもらっていいです。新しいパパとママはすごくいい人だっていうことを確認しました。ですので来年のお正月から先約20年は幸せな家庭の幸せなにゃんことして君は生きていくことになります。はい、クロケンパパとマオイママの、隠された秘密のお話はここまでです。いいですか？あと1日うちにいることになりますので、この話を人間の言葉で聞いたからって分かっていないラブくんにはまだ嘘を突き通します。明日1日ね、すんごく楽しい1日を過ごしたいと思います。分かりましたね。じゃああと1日よろしくお願いします。
はい、夜です。ジャン君、夜です。夜のなでなでです。そしてブラシもやりましょう。シオン君、絡まる。はい。鍵しっぽに引っかかっちゃうね。ねえ、ラブちゃんね。うん。ラブさん。うん。うん、ポンちゃんじゃない。センちゃん。シャンク、ナブちゃん、
バネ、アリカニ、スリッとした。お手手にスリッとしてくれてあげる。